ドライブをしていきますが須藤、そしてカーターここからどうするか。3秒ですがワンハンド、あ、素晴らしいショットですね。何を修正してくるか。森井が運んでカーター、今度はドライブアタック。序盤からはこう外からどんどん打ってきていた横浜だったんですが、初めてアタックをしてきました。ベクトンがハイポストにいて、そして秋山です。もう一回ベクトン、中空いた。あの外国籍のマッチアップでお互いに多分初めて仕掛けてというところから始まったんですよね、これ。あ、今のはパスすると見せかけて、はい、ギブス振り切ってですね。まあ、ストックマンジュニアが準備をしています横浜です。先週出番ありませんでした、先週の日曜日でした。カーターディフェンスを叩き飛ばしました。身体能力とかクイックネスはあると思うので、はい、楽しみな選手ではありますね。エンドライン、ベースラインカットからのカーターの力強いダンクでした。なんでなんだという、ね、フラストレーションを感じているようなシーンが見せましたね。ベクトン、あ、今のスピン見事ですね。斜めに飛んでましたね今。渡辺にこのベクトンがショーディフェンスに行きますが、渡辺もベクトンのブロック2秒です。今のもう1回森井から立て直します。ピークがファイトオーバーでついていくんですが、アタックから外、今度はカーター、あー綺麗なアウター合わせた。これだけボール動くとここで、あ、森井打たないか、またミスマッチですね。カーターのアタックを使うスキップパスから須藤に任せるコーナー3が来た。素晴らしい、タイムアウトかけます。素晴らしい、しっかりペイントにアタックしてからのコーナー3ですね。ピーク選手もよくコンテストしましたけどね、この執念というのが見られました。カーター、ファールです。エンドワンですね。あ、バスケットカウントになりました。今度はカーターの粘り。あ、今さっき止められなかったんで今度自分でって感じでしたね。北側のファールです。横浜武田で15点の差がつきました。カーターアタック、強い。今ゴールの方向多分向いてないでフックショットしてますよね。カーターから、あ、難しいのを見れましたね。でも難しいところですね。まずは早く得点を取りたいところですが、森川来ましたね、やっと来ましたね。